ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回もヒューマノイド続きやっていきましょう。さあ前回ディオさんに呼ばれたラオリス君、大事な話があるんだということで、早速ディノさんの元へ行ったわけですが、前回はそこで終わったかと思います。はい、いや来てくれたねと。何を話してくれるんだい。オールスター揃ってますね画面上には。なんだろう、ラオリス君の過去、そして、過去かわかんないけど、そしてね、前回フラッシュバック、謎のフラッシュバックもありましたんで、それの正体もわかるかな。そして何よりも、リュウイ君との関係ですよね、気になるのは。リノさん、じゃあ早速話を始めようかと言ってますね。部屋の中にディノ、ウィリックス、マリアと並ぶ姿に目覚めた日のことを思い出す。そんなに緊張する必要はないよ。あ、はい。ね、このゲーム14日間のストーリー構成なんですが、まだ5日目なのに漂うクライマックス感。もうなんか終わりそうなんだけど大丈夫？ね、内容濃いねこのゲーム。緊張するなとは言われても大事な話と言われているんだ。おのずと緊張してしまう。まずはじめに、君というヒューマノイドのことだけど。ラウリス君を作ったのは正真正銘ディノさんですのでね。君が少し特殊なヒューマノイドだということは話したと思う。ああそういえば一番最初にそんな話してたね。どう特殊なのかは、聞けていないが、自分が目覚めた日にそう聞いた覚えはあると。それがどう特殊かというと、ああ怖いね、これはさすがに身構えるね。君には人格があり心があるんだ。あれあれ、なんか俺が思っていた結末よりもなんかインパクトに欠けてしまう。え、人格があり心がある、それはもう重々承知のね、重々承知の助なんですけど。宣告よりね。そうか、そうなんだ。もうちょっとなんかね、衝撃的な発言聞けると思ったんですが、例えば君はもともと人間だったよとかね、そんな、改造してお前を機械にしちゃいましたみたいな、そういう展開だと思ったけど違ったな。黙ってるね。そんなこと分かっとんねんと。そんな顔でしょうか、違うか。人格と心？あ、しかしラウリス君は意外そうな返答してますね。だってすごい人間らしいもんね、ラウリス君って。人格と心があるヒューマノイドのようですよ。特殊な部分を、聞かせてくれると言ったんだが、当たり前のこと。そうだよね、そうだよね、当たり前のこと言われて、ディノが何をもって特殊だと言ったのかが分からなくなる。普通のヒューマノイドには差別化のための個性はつけられているが、それには人格も心も伴わない。ピンとこないようだね。まあそれも当たり前のことだろうね。君に普通にあるものを本当はないはずのものだなどと言われても理解しがたいだろうからね。そうだな、手近な例で違いを説明してみようか。君はマリアともウィリクスとも話したことはあるよね。はい、マリアさんとはあまり話してないですけど、あるにはあります。 BL ゲームだからね。そういうことじゃなくて、マリアとウィリクス二人ともヒューマノイドに違いないが、マリアは普通のヒューマノイドで、ウィリクスは特殊なヒューマノイドだ。なぜ全員特殊にしなかったディノさん。ちょっとウィリクス君に対してやっぱり愛情を注ぎすぎたんじゃないか。特殊なヒューマノイドを作ってしまったね。ね、この前回この二人もちょっと意味深だったからね。ウィリクス君
ディノさんのこと好きそうだったし、うん、気になるね、この二人の今後の展開も。わあ、忙しいね。ラウリス君とリュウイ君の 恋模様も見ないといけないし、で、ウィリクス君と、ディノさんのね、今後も気になるし、これね、マリアさんが BL 好きだったらとんでもなく、ね、大ごちそうだよね。頼むよ。マリアさん、BL 好きでやってくれ。なあ。実は感情があって BL 好きでしたとかないかな。君には二人が同じに見えるかい？え？目の前の二人を見比べる。同じというか、どちらも人間に見えます。そうきたか。根本的なことを言われてしまいましたね。これはディノさんも困っている。ピントは外れた答えだったのか。ディノが苦笑いを浮かべてから、うん、そう言ってくれるのは制作者冥利に尽きるけどと言って、仕切り直しを図る。じゃあ少し見ていてくれ。今そんな実施できるの？その違いの差を。マリア、笑ってくれるかい？はい。でも普通に可愛いけど、普通に笑えるけど。マリアさん、何が違うんだ？じゃあマリアが実に自然に、そして綺麗に笑ってみせてくれる。次はウィリクス、笑ってくれるか？笑ってくれるかな。ウィリクス君ツンデレだぜ。, 笑えと言われて俺が笑うかみたいな、そういうキャラだぜ。なんで俺まで笑わなくちゃいけないんだよ。わお。やっぱり可愛いっすね、ウィリクス君。俺一番好きかもしれねえ、お前。顔をあからめながら予想通りとも言える反応を示し、ウィリクスはディの願いを却下する。なるほどね、そういう違いか。どうだい、二人の違い、わかるかい？違いといっても、笑うことを素直に受け入れたか、照れて嫌がったかの、違いのような。いや、普通に、マリアさん、笑うの好きなだけじゃないのか、そういうことじゃなくて？じゃあ、質問を変えようか。僕がウィリクスに笑ってくれと頼んだとき、君は笑うと思ったかい？それは俺も思わなかった。え？いや、多分ウィリクスさんは笑わないだろうと。また数日間の付き合いであるが、ウィリクスが他の人の願いならまだしも、ディノの言うことを素直に聞くとは思えなかった。それも彼に対して笑いかけるなど、きっと、したくてもできない行為な気がする。ずっと照れてるな、ウィリクス君。じゃあマリア、ウィリクスが笑わなかったのはなぜだと思う？申し訳ありません。ウィリクスの行動パターンから笑わないかもしれないということは予測できましたが。なんか急にロボットしてきたね。急に？マリアさん、ウィリクスが笑わなかった理由は私には分かりません。え？自分よりもウィリクスと付き合いが長い、長いであろうマリアがウィリクスの性格を理解できていないというのはどういうことであろうか。これが君のような特殊なヒューマノイドと普通のヒューマノイドとの違いなんだ。なるほど、わかりやすいね。違い？君はウィリクスの行動をパターンや確率で予測したのではなく、彼の性格から嫌っている僕に笑えなどと言われても笑いはしないと予測を立てていた。ウィリクスが、ディノを嫌っているとは思っていないが、むしろ好きだろうな。性格から行動を推測したのは確かだった。でもね、普通のヒューマノイドは統計データから行動パターンを何種類か推測することはできても、その行動を取った理由は理解できない。どうしてですか？行動の中に潜む気持ちというものがわからないからだよ。マリアは笑えと言われればごく自然な表情で笑うことはできる。だがその笑いに実は感情は存在していないんだ。人工知能にはありとあらゆる動作や言葉、
それと連動する行動がインプットされている。だが、それはあくまで A という命令に対する答えは B とされているだけなんだ。その答えに行き着く過程に気持ちも何もない。ずっと照れとるやん。いつになったら平静を保てるようになるんだ。ウィリックス君ずっと照れてるな、かわいそうに。気持ちというのも全ては脳の電気信号だと言われているのに、未だその気持ちのメカニズムが発見できず、僕ら人形師は人形たちにそれを組み込めずにいるんだ。だからヒューマノイドはどんなに見た目や動きが人間に近くても心が伴っていないという点で決定的に人とは違うんだ。でも僕は全ての判断が正しいのかは分からないが、相手の気持ちは多少なりとも理解できているつもりであるし、自分の行動に気持ちが伴っていないとも思っていない。うん、感情ありますもんね。ヒューマノイドなのにラウリス君にはしっかりと人格感情がね、備わっております。これはどういうことだ。そう、それが君が特殊という理由だよ。ディノさん、ついに神の断りに触れちゃいないか。やっぱり人間を作っちまったんじゃないのか。感情もあるしね、性格もあるしね。心をついにディノさんはヒューマノイドに宿せたということなのかな。すごいね。そういうこと？心がある。どうやってやったんだろうね。ああ、君、そしてウィリクスも心を持ったヒューマノイドなんだ。あ、いつの間にか顔が戻ってる。あれ？でもまだ気持ちのメカニズムは発見できていないって。ああ、人の手で心を作り出し人工脳に組み込むことはできていない。うん。ということは？君の心は他人により作られたものではないんだ。ん？だんだん分かんなくなってきたぞ。その心は君自身が19年かけて作り上げてきたものなんだ。やっぱりそうじゃない？やっぱりその19年間はラウリス君人間だったってことじゃない？やっぱり人造人間か？人造人間というかね、途中から元は人間で途中からヒューマノイドとして生まれ変わったんじゃないか？ラウリス君は何らかのきっかけでね、うん、ディノさんの手によって。これまた意味が分からなかった。自分が目覚めたのはそうだよね、数日前のことである。それなのに自分の心を自分自身で19年かけて作っているなど、どう考えても可能なことではない。君の人工脳にはラウリス・テアという人物が19年間生きて形成してきた脳内データの全てがコピーされているんだ。あ、そういうこと。違う。途中からね、ヒューマノイドになったのではなく、もともとラウリス・テア君っていう人間がいたんだね。そのデータを、脳のデータをこの器たるラウリス君に組み込んだ。どうやったのその脳のデータを組み込むって。何？ちょっと待って、コピーできんのそれ。すごいね、ディオさん。ディオさんじゃない。シンプルに間違った。ディノさん、ディノさんね。コピー？実際にいる人の？いや。違うの？どういうことだ？いる人ではなく、いた人だ。ああ、そういうことね。過去形ということは、自分は死んだ人のコピーということだろうか。誰それの脳をコピーされていると言われるだけでもなかなかのショックであったんだが、さらに死んだ人となるとあまりいい気分はしない。死んでるやつの複製とか思うなよ。そう思うと胸くそ悪くなってくる。じゃあウィリクス君もその死んだ脳のコピーなのかな。一度死んだが奇跡的に蘇って人生の続きを新しい体で始めたんだって思った方が気持ち的には救われる。なるほど。それに実際完璧に脳内はコピーされているんだ。行動も考え方も気持ちも、そして
頭の奥底に眠っている記憶も全て生前と同じ。さらには見た目もきっちり同じに再現されているんだ。しかも年取んないしね。こっちの方良くない？違うかな。ね、永遠にね、イケメンを保ち続けられるぞ。どうしてもね、人は老けちゃうとね、かつてイケメンだった人もどうなんだろうね、ずっとかっこいいまま死ねたりするのかな。かっこいいイケメンの人たちってわかんないな。死んだ自分と今の自分が別物だと考える方が難しくて混乱することになる。あ、自分と同じ特殊だというウィリクスも、つまりは誰かの、そうだよね、脳をコピーされてるということである。自分より先にこの思いを味わったのかもしれない。的確にこちらのことを、考えていることを読み、アドバイスをくれた。そうだよ、君は新しい体を得ただけで何ら以前の君と変わらないんだ。コピーだと聞いたことで自分を否定するような考えにだけは持っていかないでくれ。はい。聞かされたことはそのままを、受け入れて、受け入れなければならないんだと思う。でも自分がヒューマノイドだと言われた時も正直どこか違和感があったんですが、19年人として生きていたと言われるのにも違和感があって。記憶をブロックしているから違和感が生まれるんだろうね。記憶、そっか。そういえば記憶が自分にはない。人として生きた記憶がないんだから、実感が湧かないのは仕方のないことだろう。ごめんね、記憶だけは意図的にブロックをかけさせてもらっているんだ。へえ、そんなこともできるのか。人として生きた記憶はヒューマノイドの体に慣れてもらうのに支障をきたすんだよ。実際君は食事や睡眠などに多少なりとも違和感を覚えていたはず。確かに自分には必要ないはずの、感覚に悩まされていたことを思い出す。染みついている生活習慣などは体が要求していないにもかかわらず脳が反射的に要求してしまうんだ。そのアンバランスさに慣れるのは記憶がある状態では至難の業なんだよ。それに人の記憶ってのには結びつく感覚情報が多すぎて最新の人工脳の処理速度でも追いつかないんだ。だから記憶を簡単に呼び出せる状態にしておいてしまうと何かを思い出そうとするたびに関連する情報がどんどん逆流してきてしまって容量オーバーでショートしてしまう可能性があるんだ。でも記憶はあくまで呼び出しをブロックしているだけで脳内から消し去られているわけじゃない。だから記憶を触発されるような場面に出くわしたりすると思いがけず記憶のフラッシュバックが起こることがある。なるほどね。だから前回あんなことが起こったわけだ。あ、この状況には、覚えがあった。そう、それが昨日の君の状態だ。くしくも君は死ぬ前の半年間は下の村の病院で過ごしている。思い出深い場所にでも出くわしてしまったんだろうね。そういえば倒れる前にいくつかの映像を見ている。あれは自分の中に眠る生きていた自分の記憶ということだろうか。フラッシュバックに対する対処方法はフラッシュバックを起こしそうな感覚を体で覚えて起こしてしまう前に無理やり意識をそらすしかないらしい。難しいねそれ。何？対処法、フラッシュバックを起こそうな感覚を体で覚えて。体で覚えるんだ。起こしてしまう前に無理やり意識をそらす、むずいねそれね。ってのが、そう言いながらウィリクスを覗き込む。なんで？なんで今覗いたんだ。ウィリクスは手の方は見ない前にうなずいてみせた。他にも感情方面から来る不調に対してはウィリクスに聞いてくれ。うん、僕には君の体の管理をできても内側までは知る術がない。ウィリクスも内側のことは教えてくれないからね。でも君になら
ウィルクスもいろいろな経験から的確なアドバイスをくれるはずだよ。俺が知る限りのことを教えてやるさ。ありがとうございます。それとこれも君にとって重要なことなんだけど。なんだ？こっからはわからない。何言われるんだ？もう一つ重大なことをディノさん、ラウリス君に伝えようとしてますね。なんだろう？世間的には誰かと同じ容姿を持っていたり、誰かと同じ考え方を持っているヒューマノイドは違法なものとして制作を禁止されているんだ。え？当たり前だろ。死んでる死んでない関係なく、同じ人間を生み出してしまったら社会的に混乱を招く。そういうことか。それに人間誰しも失いたくない人ってのを持ってるもんだからな。代替品の存在を許しちまったら最終的に世界はヒューマノイドだけになっちまう。すごいね。すごい世界観だねそれは。あ、そっか。そう言われると確かにそんな世界が簡単に想像できてしまい、違法とされているのも最もだと納得できた。そして昨日登録番号がないと言われた理由も、違法者ならば当たり前だと理解した。うん。でもじゃあなんで僕を？たとえ依頼されたからといっても法を犯してまで作り出されるほど自分に価値はあったんだろうか。依頼主の竜にしても地位や名誉は決して持っていないだろう。ちょっと待って、言い方考えろ。いや、すごい人かもしれないよ、竜医くんね。うん。なんだこの決めつきぶりな発想、言い方は。そんな利用価値のかけらもないようなもののために放火してくれる理由がわからなかった。僕はね、卑怯な男なんだよ。なんだ急に、ナイーブになってますね、ディオさん。また間違った名前。ディノさんね、のね、の、最後の、ディノさん。自分の犯した罪を誰かに正当化してもらいたいんだ。だからリュウイ君の願いを聞いて、君を作り出した。それはどういう？言葉の意味が分からず、誰か教えてくれないかと。辺りの人たちの顔を覗き込むが、ディノは詳しくは話してくれなさそうな表情。マリアは我関せずというようにその場に立つだけ。ウィリクスは苦々しげにあさっての方向を向いていた。ただ君が幸せになってくれたなら僕は救われるんだ。ディノさんも救われるのか。どういうことだ？詳しい理由はやはり誰も教えてはくれないが、ディノは依頼者のためだけではなく、そうだよね、自分のためにも違法ヒューマノイドを制作しているんだということは確かだろう。わかりました。いや、本当はよくわからないんですが、この屋敷で過ごすと約束した残り9日、しっかり考えて自分の進みたい道を見つけます。決意表明のようにそう告げてから頭を下げ部屋を出た。だいぶ物語動きましたね。おや？俺を作り出したことを罪だと思ってるならさっさと消せばいいだろう。さあ、部屋に二人きりになりました。一体何の話でしょうか。恋バナではなさそう。なんか重そうな話をウィリクス君切り出しましたね。さっさと消せと。この脳さえ初期化しちまえば簡単に全て消え去るんだ。酷なことを言うね。それができるなら10年以上前にとっくにやってるさ。10年も前に誕生してたんだね、ウィリクス君は。じゃあ10年前だからディノさんもね、ウィリクス君と同い年くらいの頃に作り上げたのかな。じゃあこの二人は友達だった？それともそれ以上の関係でしたんでしょうか。ちょっと噛んじゃったけど。
ごめんな、ウィリクス。そうだよね、ヒューマノイドは年を取らないからね。そっか、じゃあウィリクス君とディノさんは同い年だった、もともと同い年だった人間同士の可能性もありますね。お前を解放してやることが俺にはどうしてもできないんだ。なになに、ちょっとすごい動くじゃん展開が今日。さあ、また昼間にやってきましたね。自分に関する、関する重大なことを知った。自分はヒューマノイドのうちの一体ではなく、一体しかいない、子を持つヒューマノイドだった。今まで感じてきたヒューマノイドならば、こうあるべきだ、こうあるべきじゃないかということが、当てはまらないのも無理はなかった。多分自分の中にコピーされているラウリスは至って凡人なんだろう。可もなく不可もない、どこにでもいるような普通の人間だったのではないだろうか。あ、ラウリス。はい、ということでルイ君がやってきましたね。これで真実を知ったラウリス君ですが、今後ルイ君とね、どう接点を持っていくつもりなんでしょうか。気になるところですが、はい、今回ちょっと内容濃かったね。嬉しい限りです。ということで、区切りがいいんで、また次回お会いしましょう。さよならー。